どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。プロテイン好きな研究員の皆さん、ついに来ましたね。マイプロテインのゴールデンスーパーセール2021がついにやってきました。絶対に見逃せない最大割引セール祭り。はい、これはね、お祭りですからね、楽しんでいきたいなと思います。今回はですね、まあマイプロテインを僕は使い始めて4年半使ってるんですね。4年半使ってる僕が今回のセールね、どんな風に買っていこうかなっていうのを、まあお伝えしていこうかなと思います。ちょっとね、予想もしつつ皆さんのね、なんか参考になればいいかなと思っております。このマイプロテインのセール見逃したくないなって方は、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それではね、早速やっていきたいと思うんですが、ちょっとね、 PC 見ながらいきます。今回のこのゴールデンスーパーセールなんですが、始まるのが本日になります。4月23日の21時からスタートとなってます。終わりが5月11日の朝2時までとなっております。約ね、19日間の超ビッグセールとなっております。ちなみに去年が4月24日からスタートだったので、今回は23日の9時からということで、3時間ね、早くスタートされるようになってるみたいです。で、マイプロテインをね、よく使ってる方ならご存知だと思うんですが、マイプロテインはね、年間で2回ね、大型セールがあります。それが11月のブラックフライデーと、それからこの4月5月のゴールデンウィークセールとなっております。なので半年に一度のお祭りなので、まあ超狙い目ということになっております。で、まあ結論から言いますと、一番まあなんだろう、こう安く買いたいなと思う方は5月5日のゾロ目の日の、まあ大体21時ぐらいのスタートするセールが一番安くなるんじゃないかと予想はします。で、去年の情報的に言うと、2020年はゴールデンウィークセール 51% 引きだったんですね、最大割引としては。で、今回は去年のブラックフライデーが 57% オフをやっているので、まあそこのね、 57% を超えるかどうかまではちょっとわからないですが、最低でも 57% は来るんじゃないかと僕は考えてます。ただしですね、5月5日っていうのはもうセールが始まってかなり経っているので、商品がね、やっぱ品薄になっている場合はあります。人気商品なんかはね、結構品薄になることあります。お得に買いたいっていう方はね、どう買うか、何を買うかによってね、その買い方っていうのを変えるのもいいんじゃないかなと思います。まあ一応確認なんですが、マイプロテインは8500円以上で送料が無料となってます。なので1回頼むときは8500以上僕は狙って購入するようにしてます。で、今回ですね、こちらのセール、まあこれは公式サイトにも書いてあるんですが、どういったね、内容のセールかっていうと、こちらになります。こんな感じでね、まあ大きく分けて6つのね、セールをやるみたいです。1つが 88% オフ、それから日替わりセール、そして、ゴールデンな商品、まあ、これはまあセールというよりかね、この企画というか、このお祭りにふさわしいゴールデンに関する商品、そして、1円であの商品が買えるチャンス、それからバーチャルマラソンでクーポンゲットと、こちらはね、最大5800円とか、そういったクーポンがあるそうです。それから金のスプーンが出たらプロテイン1年分プレゼントというような内容となっております。ここからはですね、マイプロテインをよく使っている僕が、まあ、どんな風にこのセールを考えているかっていうのをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まずはじめに 88% オフ。こちらはですね、まあ僕はそんなにね、考えていません。88% オフのものっていうのは、まああまりやっぱり人気がない商品が多いので、まあよく皆さんが使いたいようなプロテインとか、インパクトとかアイソレートなんていうのは多分 88% オフにはならないんじゃないかなと思っています。なので僕はあんまりこの 88% っていうのは、まあ、考えてません。まあ実際見てみてね、まあいい商品が 88% オフのがあれば、まあそれはね、買いだと思います。それから日替わりセールですね。日替わりセールは、これまあブラックフライデーとかの時になるんですが、なんかいろいろやるんですよね。商品を、一つの商品を、まあ、セールをするんですよね。まあ、例えばですけど、プロテインマンデーとか、アミノチューズデーとか、それから、まあ、トレーニングウェアウェンズデーみたいな感じで、曜日ごとにセール商品っていうのを買えるパターンですね。これはまあよく、この大型セールなんかではあるんですが、で、ここの日替わりセールはちょっとね、注目したいなと思っております。まあ何を買うかにもよるんですけど、例えば BCA とか EAA とか、そういったアミノ酸、まあグルタミンとかもそうなんですが、そういったものをね、8500円分ぐらい買うよっていう予想の方は、もしかしたらここで買うっていうのも一つの選択肢としてはありかもしれません。まあ、特に人気があるものに関してはですね、まあ、人気がなさそうだなっていうのはやっぱり5月5日に買うべきだと思うんですが、この日替わりセール意外にね、安いんですよ。で、例えばブラックフライデーの時ですよ、あくまでブラックフライデーの時なんですが、アミノチューズデーっていうのがありまして、まあ、その時にカートに入れるだけで 20% オフ、そして追加コード、まあ、その時は黒40だったんですが、黒40って入れると 40% オフというような感じのセールとなっておりました。で、これパッと見ちょっとややこしいんですけど、簡単に言うと 50% 以上オフになります。で、例えば、
1万円の商品を買ったとしたらカートに入れるだけで 20% オフになるので8000円になるんですね。2000円オフになってます。でその8000円からさらに 40% オフ3200円引かれるんですね。なので計4800円になるので、まあ、トータル1万円から考えると 52% オフとなってます。なので 52% オフっていうと通常のゾロ目セールとかだとね大体 47% オフだと思うのでそれよりもね高いんですよね。なので何かこうくくりでね、まあ、サプリメントアミノ酸とかプロテインもしくはトレーニングウェアだけで、まあ、8000円とか、行く方っていうのはここで買うっていうのも一つの方法かもしれません。まあ、ただねその後買ってからねさらにもっといいセールがあったっていうパターンもあるので、まあ、この辺の駆け引きは難しいかなと思いますが、まあ、人気商品を狙い目の方っていうのはここの日替わりセールをうまく利用して商品を先にゲットしてしまうっていうのも一つの手かなとは思います。それからゴールデンな商品ということでこれはねもうお祭りなので、まあ、ゴールドに関わった商品がね、よく出てきます。まあ、例えばですけど、ゴールデンプロテインとかあとゴールデン EA とか、そういったのもあったんじゃないかなと思います。去年はゴールデンのプロテインバーかなんかだったんですよね。まあ味はまあまあでしたけど、まあこの辺はね人それぞれだと思うんですけど、なので今年はどんなゴールドにちなんだ商品が出るかっていうのは今から楽しみにしてます。ちなみに今撮影の段階では何の商品がゴールドに関わってるかっていうのはまだ分かりません。個人的にはですねゴールデンプレワークアウトドリンクなんかが出たらちょっと買おうかなと思っております。まあプレワークアウトはね結構人それぞれ飲む人飲まない人いるのでちょっとマニアックかもしれませんけど、それからバーチャルマラソンでクーポンゲットということで、こちらはですねまあとあるサプリじゃない、ごめんなさい、とあるアプリとサプリとアプリややこしいな。こちらはねとあるアプリをダウンロードして、まあ、期間中に5キロを走破すると、まあ、5800円相当のクーポンがもらえるとのことになっております。そのアプリってのが、僕は知らなかったんですがスポビーっていうんですかね、スポビーっていう歩数計になるんですかね、万歩計みたいな感じになるのかな、まあ、何歩歩いたかとかそういったのが、まあ、距離とかなんですかね、まあ、ちょっとごめんなさい詳しくわからないんですけど、まあ、それをダウンロードして、まあ、登録して、まあ、期間中にやると、まあ、クーポンがもらえるとかになってるのかなと思います。まあ、今現在は僕もマラソンはちょっとする予定はないんですよね。まあ、今回はちょっとパスしようかなと思ってます。そしてね1円であの商品が買えるチャンスということになっております。これはちょっと僕はねやったことないのであんまりよくわからないんですが、期間中チャンスはなんと6回あるってことで、まあ、6回ぐらいなんかこう、なんだろうね、抽選かなんかするんですかね、まあ、それで当たれば、ね、700名様限定で商品が1円で買えると、そういった感じになっております。まあ、僕こういうのって大体ね運持ってないタイプなんで、まあ、ほとんどね当たらないです。あのビンゴとかもほとんど当たらないタイプなので、でそんな当たらない僕なんですがやっぱり一つ当てたいなと思ってるのが今回のこの企画、金のスプーンが出たらプロテイン1年分プレゼントということです。でこれは楽しみです。これどんな感じになるんですかね。僕個人的にはこの商品っていうかこの企画が一番楽しみかなと思ってます。まあ、プロテイン、まあ、1年分って言っても、まあ、おそらくですけど、まあ、インパクトホエーなのかなとは思いますね。 WPC とかになってくると思うんですが、まあ、それでもね1年こうもらえるとなんか嬉しいですよね。あとはねその金のスプーンっていうのがね、まあ、単純に欲しいっていうのはありますね。マイプロテインはだいたい黒とか確か青とかそういったスプーンが多いと思うんですけど、まあ、金のスプーンが出たらということになっております。まあ、どのプロテインを買うかっていうかね、どのプロテインにどういったプロテインにその金のスプーンが入ってるっていう抽選があるのかどうかわからないんですが、これはちょっと個人的には楽しみかなと思っております。はい、という感じで今回はですねマイプロテインのゴールデンスーパーセール2021を、ちょっと僕なりにですね、まあ、予想したりとか、この辺が狙い目なんじゃないかっていうのをちょっと考え方をお伝えさせていただきました。何か参考になれば幸いかと思います。あとそれからねもう一つねたまにこれ最近言われるようになったんですけど、これ僕はマイプロテインのアンバサダーとかそんな、大層なものじゃありません。もう単純にただのユーザーです。なのでユーザー目線でのね話になりますので、その辺はねご安心してください。まあ、逆に言うとですねもう僕の単純な予想なので、これが間違ったとしてもちょっと何も責任が取れないというのはあります。そのあたりはご了承の上動画を楽しんでいただけたらありがたいかと思います。動画を楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。このおしゃれマッチョ研究所では現在研究員を募集してます。一緒におしゃれマッチョを目指してくれる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまた次回のおしゃれマッチョ研究所でお会いしましょう。研究員の皆さんに他者。